1号艇の岡瀬選手です。岡瀬さん、この2号機ですが、はい、数字はしっかりあるんですが、岡瀬さん乗って初日あたりはどうでしたか？やっぱりちょっと回転の上がりが悪かったんで、ちょっと弱かったですね。ということは、やっぱり前節長嶋選手が乗った時に転覆、その影響からやや下降気味、その辺の影響だったんでしょうね。そうですね、はい。そしてまあ順位、この時の段階で言えばどのぐらい良くなってましたか？まあ普通ぐらいには行くようになったんで、うん、まあその普通の中で、はい、やっぱりどちら、出足の方がちょっといいよとか、伸びの方がいいよとか、そういう言い方をすれば出足が良くなりましたね。なるほどね、はい、ということは、まあスローから、まあインから行くには、いやという感じになってくると、ね、はい、ピット周り、問題ないでしょ？これ問題ないですね、はい。もうあとはもう、もうしっかり取って、スタートに進む。そうですね、はい。これ、そのスタートも見えてますよね。まあどうですかね。まあ、そこそこはいけてますね、はい。まあ、とにかく、あとはもう1コーナーいかにして先に回るかということで。そうですね、はい。はい、期待しております。はい、2号艇の丸野選手です。丸野さん、3日目連勝なんですが、はい、これはエンジンが良くなったという見方でいいんでしょうか？まあ、よく昨日よりかは良くはなってるんですけど、まあメンバー見ると多分一番、まあ、出てないとは思います。なるほど、ね、はい、まあ、ですけれども、やはりどこかいいところを探すとするならばどの辺ですか？難しい質問ですけど、まあ、強いてあげるなら、まあ、しっかりターンできているところぐらいですかね。なるほど、ね、はい、ということはもう一整備の必要ありですか？いや、もう重要ならこれがいっぱいいっぱいかな、あの足ならばという、その辺はどうでしょう？まあ、結構自分の中ではいっぱいいっぱいの気はしています。なるほど、ね、はい、ということは、まあ、重要、まあ、スタートも言ってましたけれども、はい、これは足ならば勝負になるよという。そうですね、やっと今日の前半の整備で、うん、前半の走る前の整備で、まあ、やっとこれ戦えるなっていう手応えが前半レースにあって、うん、まあ、後半もまあまあチャンスはもしかしたらあるかもぐらいの感じで順位は行きました。なるほど、ね、はい、そしてまあ連勝に結びついた、はい、そのいい流れをね、そうですね、優勝戦もということですが、はいはい、まあ、2号艇ですけれども、これはもう2コースからですね。もちろん、はい、2コースから行きたいです。2コースというのは好きなコースですか？はい、嫌いじゃないです。はい、はい、分かりました。頑張ってください。はい、優勝目指して頑張ります。3号艇の前田選手です。前田さん、前半の転覆の影響はもう重要、影響なかったですか？そうですね、影響はなかったです。まあ、このエンジンは60号機ですが、どちらかというと私のイメージでは出足系と思ってるんですが、本年はどうでしょうか？まあ、出足系というか伸びがないっていう感じですね。やっぱり前節の小野選手はやっぱり全く同じことを言ってました。もうそんな感じです。もらった時からちょっと伸びが弱かったんで。その伸びですが、若干上積みがありましたか？そうですね、はい。ということはバランスが取れてきたという見方でいいんでしょうか？そうです、まあ、出てる人とはちょっと分が悪い、まあ、そこそこやれるかもしれないですけど、うん、まあ、自分なりには、まあ、まあなんとかなるかなと思います。そして3号艇ですけれども、まあ、ピット離れもろもろありますけれども、まあ、基本的にはスローの3コースかなという感じでいいでしょうか？そうですね、まあ、バック近辺から行きたいですね、うん、そのスタートですけれども、今節は見えていますか？まあ、そこそこいつも通り見えてると思います。まあ、10ぐらいを全速でということになりますね。まあ、入ってる限りは全速でいければ理想ですね。はい、はい、分かりました。期待しております。4号艇の深川選手です。この初日の足、この足はかなり良かったでしょ？初日は、はい、完全に周りはまだ合わせて切れてないけど、自分は合ってたと思います。そして2日目、この時はどうでした？これは外してましたね。外した、はい。そして今日の3日目の順位を、この時、まあ、この、ね、水面悪い中でも、はい、しっかりいけたので、うん、はい、合ってたと思います。ということは、初日の良かった時の足に近づいていたなという。はい、ということは、その順位の足であれば、もう大きなことはすることなし。もう微調整だけです。はい、まあ、その日の症状に合わせてということ、はい、ピットでその辺の部分はどうですか？まあ、飛び抜けることはないですけど、若干ちょっと先手取れるところはあるんで、はい、余裕ありますよ。もうポーンといってスローというのは考えますか？いやいや、もう枠なりです。ということは、もう肩の4コースであれば、はい、それはそれでと、はい、
4コースというのはすごく攻めやすいというか、その位置ではないでしょう、うん、まあ枠番で言ったら刺すところかもしれないけど、うん、まあスタート行ってまくるところやと僕思ってるんで、うん、はい、その辺のところはどっちでも攻めてもいい足になってるということでいいですね。はい、はい、期待しております、はい、ここでの花先生です。花さん、やはりこのエンジンは伸び型ですか？そうですね、最初伸び型だったんですけど、うん、順位この時は出足行き足つながりが良かったので、から伸びにつながっていくような感じです、うんうん、ということは仕上がりとしてはすごくいい仕上がりという。そうですね、一番手前がもうちょっとかかってくれたら一番いいんですけど、まあ、優勝メンバーに入ってもね、やっぱりこうしてもらったらコンセプトなんかあまり距離感が出てないじゃないですか、はい、その中でそれは羽野さんの方が一番出てるんじゃないかなという感じがするんですが。そうですね、いいところにいると思います、まあ、自分の中でもそんな感じは、はい、まあ、5号艇ですけれども、この5号艇5枠というのはここで8連勝した時の枠ですね。そうですね、まあ、好きな5コースということでいいですか？はい、5コースは嫌いじゃないです。なね、スタートの方はどうですか？大体自分は初日0-5、0-5ぐらいって言ったのかな、はい、あの辺のところが見えてるとか。そうですね、スローの方が見やすいんですけど、うん、まあ、向かい風のダッシュだったら、うん、苦手ではないです。今年最後のレースですからね、はい、しっかり優勝を狙って、はい、期待しております。失礼します。6号艇の村岡先生です。村岡さん34号機、景気的にはどうかなと思ったんですけども、コンセプトよくそうですね、あのボードが多分いいと思います。なるほどね、はい、ということはやっぱボードを乗っててああという感じはしますか？やっぱりあの船の帰りとか進み方とかすごくいいんで、うん、ボートがいいんではないかなと自分では思ってます、はい、なるほどね。そしてもう整備というのはやりました？それともほとんどやらないままの状態？まあほとんどやってないです。ギアをちょっと見た程度で、うん、あとペラでずっと、まあ、どっちかというとその伸びもいいし、もらってその押す感じ、そのスムーズさ、その辺がいいということですよね。両方、はい、バランス取れていいと思います、うん、はい、ということはもうですね、このまたということで、ね、そうですね、はい、このまま行きたいと思います。6号艇ですけれども、コースはいやもうコースになると思うんですけど、明日誕生日なんで、あのお菓子さんが入れてくれるんじゃないかなと思ってます。なるほど明日誕生日なんですね、はい、じゃあ優勝したいですね、はいまあでも無欲に頑張ります。スタートの方は大体もうあでもほとんど勘とは合ってますね、はい、どのくらいなら行きたいですか？もう0台のチョコ、いやゼロ台、まあ気持ちは行きたいですけど、でもまあ10から15の間を全速で行けるかなと思います。全速は条件ですね、はい、そうですね、はい、わかりました、はい、頑張ってください、はい、ありがとうございます。